特政総論は、平安時代初期の805年に、関武天皇が、参義の藤原を継ぐと、関の間道に、天下の特性について討議させた論争。天下特政総論とも呼ばれる。論争の後、関武天皇は、お継ぐの意見を採用して、関武智のに大事業であった江戸政党と、平安共造党を停止した。延暦十四年十二月七日、菅武天皇から中納言。 この絵大将、藤原大内マロに直命が下り、殿中において、三義右絵師、ただし、藤原大継と三義左大弁、菅野間道に、天下の特性について総論させた。三十二歳の青年三義である大継は、奉公殿下の苦しむところは、軍事と造作となり、この両ことを止むれば百姓やスむゼムと、軍事と同じ造作こそが、天下の民を疲弊させている原因であるとして、 それらの停止を強く主張した。おつぐは、寒武天皇の即位に尽力した、藤原桃川の長子であった。これに対し65歳の老三義である神道は、神道意義を確出し、聞くことを、公務ぜずと、頑固に意義を唱えて聞き入れなかった。神道は、寒武天皇の信任が厚いトライ系氏族出身の、腹心の神であった。二人の論は、真っ向から対立したが、 関武天皇が支持したのは、両政策の停止を主張するおつぐの意見であった。天皇は、自らの判断で、江戸政党と、平安共造との停止を決定した。日本語機の編社は、おつぐの義を善としたことを、有識これを聞きて、簡単せざるなしと論評している。総論から3ヶ月後の延暦25年3月17日、関武天皇は70歳で崩御した。 菅野真道は、俗日本旗の変者の一人として、藤原おつは、日本語旗の中心的変者として知られている。日本語旗は、菅武天皇の功績について、新曲に上りてより、心を政治に励まし、内には工作をこととし、外には遺敵を上通。当年の人家ども、後生ライトスと評している。また、征夷大将軍参議坂の上の田村麻呂も、 総論の席に参列していたものと考えられる。田村麻呂は延略23年1月28日に征夷大将軍に任命されていたが、特政総論によって、関武友第四次エゾ政党は中止された。ありがとうございます。